クラマゴアは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名はスペイン語で、オウムを意味し、西インド諸島から、大西洋岸沿いに生息する、舞台家のブルーパロットフィッシュの通称にちなんで、命名された。ブルーパロットフィッシュクラマゴアは1944年3月16日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。 1945年2月25日に MJJ コブスによって命名浸水し1945年6月28日に艦長 SC ルーミスジュニア中佐の指揮下収益する。クラマゴアは1945年9月5日に母校として指定されたフロリダ州キーウェストに到着した。収益後は様々な艦隊及び艦隊ソナー学校での任務に 十字し、しばしば、キューバやバージン諸島を訪問した。1947年12月5日に、フィラデルフィア海軍造船所に入居し、グッピー、通海衆が行われた。1948年8月6日に、キーウェストに帰還、その後8年間を沿岸及び、カリブ海での作戦活動に費やした。 その間の1953年2月3日から4月16日までは地中海での配備についた。クラマゴアは1957年初めにニューロンドインとニューポートを訪問し、3月13日にキーウェストに帰還した。9月23日から12月7日まで北大西洋でナト o の演習に参加し、イギリスのポーツマス。 ニューファンドランドのアージェンティアを訪問した。1959年6月29日に新たな母校のチャールストンに到着。近海での作戦活動後、1960年4月5日に地中海で第6艦隊の配備に就く。7月まで地中海での任務に従事した後、チャールストンに帰還した。1960年の残りは、 東海岸沖での作戦活動に従事した。1962年に、クラマゴアは、グッピー3回収が行われた。艦首部にコントロールルームが装着され、船体は15フィート、延長された。また、プラスチック製のセールと BQG-4 パフズ、パッシブソナーが装備され、船体上部に3機のフィン上センサーが装着された。 クラマゴアの改修は1963年2月に終了し、母校はニューロンドンへ変更された。クラマゴアは1975年6月12日に退役し、1975年6月27日に除籍された。その後1979年8月6日に博物館船として寄贈された。クラマゴアは1981年4月に、 サウスカロライナ州チャールストンのペイトリオッツポイント海軍海事博物館に到着し、博物館船としてヨークタウンラフィー、インガムと共にドック入りした。クラマゴアは国立史跡登録番号8900万1229であり、1989年6月29日にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ありがとうございます。